お疲れちゃんスラッドです。今日はですね、こちら新カードボイドやっていきます。さあこちらね、新呪文として登場しましたね。はい、ただの新カードですね。進化とかそういうのではなくてっていう感じですね。で、まあ紹介しますと、まあ、3コストですね。で、性能は3回こんな感じで落ちるんですけども、単体には超強いです。はい、火力がね、けどもこんな感じで複数ユニット言うとダメージが超落ちます。はい、まあ、ユニットが5体いるから5分割されるとかそういうわけではなく、単体だとただただ火力高いです。まあ、2体ぐらいだったらまあまだギリ許せるから、2体でもねそんな火力ないんですよね。はい、でだからスケルトン部隊とかも多すぎるので1回でねスケルトン溶けないみたいな、まあ、2発落ちれば溶かせるみたいな感じですね。なのでまあ単体はただただ最強です。でさっき1試合だけやってみたんですけど、エリポンをちょうど引いてエリポンを壊せます。はい、2発で壊せるんですよ。だから3コスで6コスのエリポン壊せて、まあ、1ヤードを取られるんで、まあ、2ヤードを取れるみたいな、そのクエイク以外に新たにエリクサーポンプにアドを取れるカードが登場したんですよ。だからまあ価値は高いですね。ここ最近エリクサーポンプも多かったんで、まあ、単純にあとまあ単発だともう3発は当たればロケ以上の火力があるみたいな、はい、感じなので、まあそういう意味では、まあそれこそバルーンの防衛だとか、まあホグライダーとか単品できてもボイドポーンっていけばいいよね。みたいな感じでさえ。まああとはなんだろうな。まあクロスボウの防衛とか。だからね、超いい。本当に、俺はすげえ好きですね。だからこういう防衛がむずいですね。はい。バルーンだけに当てれればいいんですけど、このなんか、こいつもいるのが、まあ、難しいみたいな。うん、なんかごめんなさい。はい、下手で。究極的に、天才的に下手でした。はい。今のはね、さっきラバパピーに打っとけば、多分ラバパピーも、3発ぐらい、3発落ちてくるんで、3発当たれば溶かせるぐらいだと思うんですよね。まあ、最悪柳雨みたいな。柳雨よりは弱くなっちゃうけど、数が多いとね。なんかこの使い方の幅が広い。いや、これ、やばくない？これね、新メタです。環境マジでおもろい。ボイドだからラバル来てもボイドプラスのフェニーとかで止まりそうだな。これめっちゃおもろくないですか、新カードボイド。もうさっき1回使っただけで今爆ハマりしてます。今私え、おいしい、なんだこれ。あー、それ強えな。ババとかには刺さんないよねって話なんですよね。ボイドバルーン来たらこれボイド落とせばいいんで。いや、エリポンぐらい置けねえのつれえな。まあ、置くとしたら、置いたすぐ横とかに、なんだろうな、ゴブリンとか。いや、なんかいっぱい、ババとかをね、置いて、まあ、それこそ飛来神みたいなのを、した方がいいよ。っていう話？いやー、まあ、いっちゃうか。いや、難しいよね。正直。だからなんか単体最強なので、範囲攻撃の、まあ、今回私は進化ザップを連れてきたって感じかな。まあ、柳雨とかとの組み合わせも強そう、正直っていうイメージです。はい、いっちゃう。いや、それ強くね、ボイド。まあまあ、いやでもボンバーの方が強いか。結局ボイドが強いのか、ボンバーが強いのか。でボイド使ったんでエリポンいっちゃってもいいよ。よしよしよし。で、今バルーン来ても、多分ボイド、いや、マジ、こいつで何でも止まるぞ、正直。そんぐらい強い。フェニーとかもボイドでボコボコにされる。いや、これ行っちゃってもいいな。バッテリー 20% らしい。そこに出るんや。いや、ちょっときついんじゃないこれ。墓石が、いやー、これ撃っちゃってもいい。どうなんだろう。火力弱いんですよね。だからタワーとか。いや、でも一応しばくことはできるんよ。なるほどね。まあ、3コスなんでね。意外、え？じゃあめっちゃ強く？普通にそこしばけんのやばくね？いや、これは、まあ、ボイドを使ってもいいが、使わなくても普通に守れそう。で、今のはユニットがね、もう2体とかいるんで、そんな火力が出ないイメージ。おい！いや、マジ全然変わるぞ、ここ最近のクララワが。まあ終わるわけじゃねえけどね。ボイドタワーにダメージはあんのかな。タワーにダメージは、おお、すげえ、見て具体的。
めちゃめちゃ具体的だな。いやでもターゲット1体だったら強いな。まあたまえは、レベル14で180ぐらいか。いや意外とあるな。200ぐらい削るんで、いや削りとしても有能だぞ。これやべえっすよ。どう考えても壊れっすわ。ダガーとの組み合わせも強えわ。やべえ。ボイド環境いきます。緊急確保くんじゃね？ほんとまだ数回しか使ってないが、壊れだと俺の脳が言ってます。いやもう、だるい。だるい。エリポン環境終わったかこれ。すぐ横にね、なんか出せばいいんだろうけど。いや、こういうの、まあ一応コーブレ処理もできます。はい。多分、一発だったら死なないっすわ。はい。二発ね。二発落ちれば、かな。まあでも一発落ちて次落ちるまでが、ほんのちょっと時間あるんで、まあ足早いユニットとかを守るってなったら難しいかもな。正直。まあ、足押すやつは簡単だな。いや、おもれー、これ。ボイド。いやだから結構飛来神はね今後されると思います。飛来神っていうのかな、ライトニングと同じ扱いになっちゃうんですけど。うわー最悪やこれ。えでも待って、スパーキーもさ、こういうこと、これやばくね。あーいやそうね、飛来神恒例です。でも今スパーキーもしばけそうだったくない？なんならほぼしばいてる。ほぼロー。そういうこと。進化ザップもある。え、これボイドエグないっすか？いや、ボイドマジで強えぞ。しかも、これ円がちっちゃいのがちょっと良くて、なんか、それこそさ、ジャイスパーキーで来ても、なんか頑張ってスパーキーにだけみたいなことが多分可能なんですよ。こういう感じでね。いやだから使うのも便利すぎる。使いやすい最強カード生まれちゃったな。いやー待って、ミスった。普通に芝です。これ芝ボイドね。いや今のはやっぱタワーとプリンみたいな2体以上いるだけであんまり強くないな。1体本当に単体カードにだけ最強って感じ。待って、マジで今日の芝が私今日手札の調子が悪い。カードの、いやでも普通じゃね。トリトン引っ張ってもいいよ。なんかボイド打てばいいんか俺。そういえば忘れてた。でもケツスパーキーもあんま怖くなくね。ボイドザップでさ瞬抜け的に。これボイド打ちにくいだろうな、相手打ちてえだろうけどな。おい、なんかスパーキー相手も怖くない。これこれエグくね。はい。これやばくねえか。運営さんこれやってます。で複数体いたらもう火力ないようなもんなんで無駄です。演出だけ一丁前。見た目だけ。いやこれやばいっすよ本当に。いやボイドメタとしてはまあなんだろうな、むずいね。普通にまあユニット2体いればいいんで、倒されやすいユニットの横にナイトとか置いとけばいいんでね。えこれグロいわ。久々に来たな。これ見て、12、ああ2発断髪目落ちなかった。あ出す1か。ボーラー13かわいい。ライトニングだけやめて。ああでもこれ見て、2体いるだけでさこんだけ耐えれるんですよ。本当に単体ユニットにだけ超強いって感じっすね。あのこういうのは打っても良さそう。2体ぐらいならしばける。いや便利やん。え矢の雨の価値は、あのもっとユニットがいったらロケット押しも倒せないよねって話なのか。え？いやでも強えよな明らかにね。ロイジャイとかの防衛もさ最悪ボイドでいいもんね。さすがにトリトンとか来ない。
引っ張るよ。ほい。てか相手のレベルかわいい。あ、マジでバイドじゃねえボイドボイドボイド。いや、恐ろしい呪文が登場したもんだな。え、これ相手持ってたっけ。いや、持ってたわ。最悪だ、置いちゃった。いてー。いや、ここでジャイとか置いたらさ、結構熱かったかな。やば。ぶっ壊れ呪文やないかい。どう考えても。ここで溶かせるもんな。はい。ユニット来なければ。まあ、舐めたプレイして延命されて終わるパターンもありますね。そういうのだけ気をつければ。さすがに飛来神来るか。ああ、偉いね。飛来神じゃねえわ。まあ、エリポン機体が。ボーラーもボイドでしばけばいいもん。行ってみよう。よいしょ。あー、でもこの防衛のさ、このボイド強くね。強えな。でもそれはあんたが普通に強いから。トリトン、やべ、なんか巻くそう。あれ、ボイドが楽しすぎて、ボイドボイド言ってたら負けそうになってはいる。いや、進化ざっぱりよ。いや、これほらいっぱいいると弱いんだよな。え、いや、なんかいいボイスされちゃった。ワンチャンコン。来ない。一回守るか、これ。守れると思う。頑張れば。ボイドで。え、待って、相手もボイド打ってる。いや、もうすんごいカオス。縦の戦士とかが強いか、もしかして。そんな感じじゃない。だからもうユニット同じところに出しとこう。ねえ、いや、ボイド強くね。いや、やっぱ普通に強いよ。明らかに強い顔はしてます。あいつだけ芝居とくか、ちゃんと。いや、防衛ボイドグロいな。おもろいな、おもろいな、これ。どうなってんだ、マジ。やめて。で、最後はボイドで削ることもできる。うえ。いや、ボイド環境っすわ。これメタのカードなったろな。だからフェニックスとかに強い。最近フェニーめっちゃいましたけど、卵までも破壊する。え、なんだろうな、メタむずいね。まあ、シンプルに盾の戦士とか、なんかちょっとか数いるキャラ、ゴブリンとか。うん、結局飛んじゃいそうだけど。いや、エリクサーポンプはね、難しい環境かもね。俺の好きな、まあ好きだけど、いない方が平和か。でこういうのもさ、ボイドで完結。まあ今ユニット出されたら延命されちゃうんで、ボイドで逆に守れるって思い込んじゃうとやばいかもね。うん、これロケ的なアイスピ迫撃なんだ。ああ、トルネロケだ。こもこもこもりですね。はい、だいぶこもられそうな迫撃砲だ。突破できるかな。まあボイドでどうなるかみたいな。
え、ボイドマジでおもろいんだけど。なんか強いから、強すぎるがゆえに。これボンバーで本当は左削りたいんだ。いや強え、まあ、シンカーチャーとかにどうなんだろうな。2体いるとあんま軽く出ないんだね。これ迫撃とか置かれたら詰むね。いやまあギリ許せるか。やべ、いて、ゴブリンから。いやー逆、アーチャーとか嫌だな。いて、ダメージ受けてしまったっすね。これエリポン置かなきゃだけど、置いてもライトニング打たれそうだしな。アーチャーとかではちょっと刺しにくいか。マジ攻め取るのきそうすぎて。一応高め、一応これボイドでも壊すの強い。ああそこの延命強いよな。でかい。マジしょうもね、一発のためのボンバーになっちゃったか。やべ、あ強すぎるそれ。やべ、あシンカーチャー強ー。終わったくせだ。いや耐えました。でかいこれ。え、これボイドでさ、やっぱアーチャー溶けんの熱いね。なんかボイド環境来てる。あいつは強すぎる。最後に一応ボイドの削りもあるが、知れてはいるよな。手に入ってんのでけえ。シンクザップ削りある。ボイド削りさ結構強くね。リトピー出してから行くわ。サイクル上がる。ロケの方が強いかな。ボンバーの削りもある。え、でかい。いやーボイドのダメージ弱い。ボンバー、ボンバー、オッケー。いや強すぎるかボイドくん。これ普通にアーチャーとかを処せるだけでヤナメと変わんねえもんな。え、そんな中で単体もしばける。恐ろしいぞ。いや本当に、しかもなんか使い方の幅が広いし、対ボイドもユニットをすぐ出してなんか誘ったりとか、なんかやりようが無限にある。まあ、ダクネとかをねちゃんと対策してればボイド環境ある気がする。さあゴブリンドリルじゃね。いや テスラとかさ施設に売ってんのが嬉しすぎる。まっ、あ、すぐリカバリー来るだろうけど、これジャイからのテスラに即ボイドル埋まってたら当たんねえかな。さすがに打って、いやこれでさ、あの子邪魔ねえ。トルネあんのはちょっといい気分なんねえな。いやっていうことよね。まあテスラ欲にナイトとかを出される
っていうのも考えて、ボイドを打つか打たないかっていうのも考えなきゃいけないですね。いや悪くないよ、エリポン置いてポイズン打たれて考えようか。はいはいはい、いやボイドおもれー、火力強え、ぶっ壊れすぎる。なんか全ての性能持ってない、クエイクの性能と火力、まあロケットライトニングとかの性能と複数系にもいける柳雨の性能、なんか全ての呪文の性能を持ってる気がするんだけど、気のせいか。いやこういうことね。あでもこれいやマジで4つぐらいの呪文組み合わせたんだろうな、ボイドっていう性能してます。施設に強いのはでもマジでいい話だよな。まあ意味あんのかわかんねえが、なんかえ逆に範囲が広いのも便利程よい範囲。おや嘘やん嘘って言ってほしい。まあこれは進化サップでいいんじゃん。いやいいんですよ、アドがやばい。行くぜ、ゆっくりね。お、いいね。これやばいか。まあボイドがねちょうどねえんだよな。トルネの近畿的なジャイでもよかったが、きつそうきつそう。まあ相手のミスもあったとはいえ、なんか真ん中に打っときゃね、勝手に勝手にユニットをダメージ与えてるわ。うわグロいわこれ。結構今までの中でもトップレベルの壊れじゃないですか。なんかまあこいつがタワーを折るとかはまあ呪文なんてないんですけど、なんだろうな、補助系の中でもトップレベルの壊れ。いやこれだって普通に打てばいいもんな。タワーにダメージも与えれて、アーチャーもしばけて、あ進化ウィザードやんこの顔は。アーチャーウィザードか、ジェイスキャラ的なこいつ。いやわかんねえ、わからんが俺これ。エリポン切るわまあエリポンキッズの俺からしたらありがてえな。まあポイズンボイドみたいな可能性もないか。よし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 、ウィザード単体最悪ね、ボイド打てるんだ。え、いやまあ走んなきゃしばけてはいたがみたいな。まあそれ走るよな、あんな雷落ちてんのに走んねえ。これねかわいそうだもん。ウィザードアーチャースキャラ、ボンバーアーチャーか。おお、エリジャイとかいてもおかしくないような編成してる。結構ありそう。いけ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 、進化ボンビーこんにちは。ニャツ、あ一発しかいけないんだ、やる気が足んねえな。でボイドのスキラ防衛はね弱いイメージがあるんですけど、いっぱいいるところに打ったら弱いけど、スキラみたいに 2,3 体ずつぐらいこう仕分けるのであれば神防衛もできそう。どうだろうな、結構むずいか、可能性はある。ゴルナイか、なんか巨助とかいてもおかしくないんだよな。いそうじゃね、こんにちは。え、なんだあれ、ウィザードや一瞬何か分かんなかった。
進化ザップはもったいないか、もったいなかったな。なんか俺はリトプリを信じれきれなかった、うん、さあ進化ウィザード大砲スケだね。ああウィザードやだねこのデッキ。あ、そう、そういうこと。まあいいや、ボンバー強いからいいや。ボンバー強いから何でもいいや。正直で。一発欲しい。いやー、神サップじゃねこれ。逆サイか。ゆっくりね。進化ウィザードにボイド打ったらどうなんだろうな。ウィザード咲いたよこれマジで。大砲にさボイド打ってさ勝ちやね。ザップもあるよ。強くね。進化ウィザードはほぼただのウィザードです。いやボイドやばくねえかこれ、やばくねえかっつって、なんか変な方言みたいになってるけど、え強すぎる、おもろすぎるぞ。ボイド、いやぶっ壊れだな。これ単体カードしかないデッキとか終わるぞ。ダガーってさ高体力に弱かったやん。それこそジャイとかゴレ、ロイジャイってか、そこのに対しても強えかんな、ボイド。まあ単品で流れてくればの話ではあるが。いや、最強だな。これ絶対強え。やべ、こんな下手。こんな下手でも勝てる。勝てそう。ドリルなのこれ。なるほど。ドリルボーイか。お、おや、取れね。その位置ってキング起動できるの。え。もう施設壊されて。メンタル崩壊チャンネル。これ、こっち行っちゃいます。もうスケラのスケだけ消しとけばさ。絶対相手の方がきついっていう。思ったんだ、俺。卵生まれて。生まれねえか。さあ、あと1000です。あと1000でしょ。これボイドで180削れるよ。ちなみに。ボイド削りなんてものもあったりします。うわーいいね。いいね。だるいぞ相手視点ボイド。進化あれでね守れるし、俺テスラ使ったらさジャイどうやって守んの。進化スキャあるんだよな。これボイドでさスケラの防衛どう思う。まあでもほら数体ずつだったら、お見て今のスケラの防衛にも強くない。あごめんなさい最強います。ボンバーは強いです。いやスケラ防衛もタイミング早めに打っとけば守れると。え、こいつなんなん、なんでもできるやんこいつだけで。え、何ができないっていう性能してるわ。やばいぞ。いや冷静にやばいか。使えば強、使えば使うほど強くなっていくんだけど。いやラバね、普通にラバルで。あ、なんでラバーボイド、ちょっとやだな。ボイド使ったらさすがに単品バルーンとかもね。まあボイド打ったっていい。これ強くね。いや便利かお前は。どんだけ万能やねん。すごいです皆さん。
このカード、このカード想像の何百倍も強かった。そんな強いカードだと思ってなかったし、散歩して、ああこういうのも強い。これ一瞬撃たれた時止まってんのかな、ババはどうなんだろう。ワンチャン止まってる。キーワードくてわかんねえんだよ。いや入りそう。まあボイド使ったんでエリポン来たいな。よし、ファイアボとかワンチャンあるか。ああボイドザップや。いややっぱボイド進化ザップ強えぞ。俺だけじゃねえかった、この構成をやってんのは。これ進化ザップ俺もあったかな。薬剤攻めちゃったりもしたいわ。回ってました。いやボイド警戒、ボイド警戒。いや耐えろ。耐えれねえか。耐えれねえよな耐えれねえんですよ。いや進化ザップ強え。やべ、なんかそのスケダラ追加とかが強いってことよね。やばいそれ。いや多分タワーに入ってるから、え、なんか一瞬麻痺してるか。やばいしばババいるわ。終わった。君もいたん。ここしばきそう。巻き込んじゃいけんかったな。待って落ちるわ。熱い。おいババ最後は美味しいとこ。こうなれば行っちゃった方がいい。進化ザップ最強。インドラだけ当てるとかできないんかむずい。インドラだけ当てるって、いやなんかいけそうだな。いけるな、いけるが。まあ一回守ってもいいか。いやこのさボイド防衛だな。バルーンの俺の位置が悪いか。いやボイド強くね。まあジャイドも終わるか。ボイドザップとかでも落ちそう。こんにちは。いやめっちゃ強いっすわ。まあ慣れてくれば、まあボイドが一発来てすぐ 横にユニット出してのリカバリーはできる。慣れないとむずいな、相手のボイドに対応できねえ。逆にこっちのボイドも刺さりはする。今のバルーンが止まんのも普通に考えたら謎。いや、おもれぇ5000円課金しましたから、私これ使うためにね。5000円課金すれば誰でも14レベルまでいけます。皆さん、え、やば、あのリトプリとかもなんかあんま怖くないもんな。単体系のデッキには強いね。もうこれ手札増しで打ってもいいもんな、最悪。まあでもダガー強いんで打たなくてもいい。うん、いらねえな。普通に止まる普通に止まるパターンもあります。うーん、これ勝ったね。相手コスト使いすぎだね。はい、ボイドもあります。一応なんかゴーストうざいから飛ばす諦めた。これさすがに諦めないやめか。いやね、え、あ、熱い。ちょっとこのカード終わってるわ。まだ使ってねえけどこの試合多分なんかやば、今シーズンおもろいことになりそうやな絶望のボイド環境が始まるぞ。みんな前シーズンジャイやゴブリンドリルやはしゃいでたけど、もうボイドしかおらんやんつー環境ですこれ。え、だって数回しか使ってないけど明らかに強いもんな。いやこれね流行ります。使わないやつはね、まあ持ってて使わないやつはねアホです。
いやもう意味わかんねえわ、ボイドとシンクザップが組み合わさったら。うわやべえ、おもれえ時代始まった。さあボイド環境みんなで楽しみましょうじゃないか。いやまだボイドに合うデッキ、まあ、ジャイボイド、ザップ鬼強いと思うんですけど、まあ、他にもねもっといい組み合わせもあると思うんで、ちょまたねいろんなデッキね紹介していこうかなと思います。皆さんボイド触ってみてください。ではお疲れ様でした。またね。